こんにちは、インディーズの拓也です。暑いです。夏ですね。今日一日だけで夏ですねって何回言ったかな。20回以上言ってると思いますね。夏ですね。最高ですね。長らくこの雨の影響で本当に透明度が良くなくてですね、この布団の海をですね、まあ2メートルないかなみたいな日もありましたね。長く続きました。まあでも言っても逆にこんなコンディションで潜れることないから、この日のこのコンディションを楽しみましょうねって言って、まあいろいろこの新しい発見もたくさんあったし、楽しいダイビングができてはいたんですが、やっぱ透明度もいい方がいいですよね。やっぱり嬉しいですね。透明度良くなってきました。このこれから来たる連休やってきますけど、海に行く方楽しみにしていてください。今日はその、まあ、透明度が良くなった、そんな様子をお伝えしたいのが一つと、とにかく暑いので、海に行かれる方本当にこの熱中症対策十分に準備をして、行っていただきたいなというふうに思ってます。まあね、調べるといろいろ水飲んだ方がいいなんかもちろんですけど、塩分も取った方がいいとか、まあ、僕らで言うともう装備の段階でウェットスーツ着たら一回体とウェットスーツ濡らしましょうと、ブリーフィングの前には一回シャワー浴びましょうと、ブリーフィング終わって、まあ、ウェットつける前、重装備になる前にもう一回シャワー浴びましょうって、もうお母さんぐらいしつこくこの言いますけど、それに従ってもらいたいです。本当にまあ、何より辛いのは、ね、体調がちょっととかっていう風な、海の思い出になってしまうのが一番、ね、僕らとしても不本意ですので、とにかく水分補給と体を冷やす、できるだけ日陰にいるとか、そういうところ、に注意して海に潜ってもらいたいと思ってます。というわけでちょっとだけですが、この浅場のもう透明度が良くなったよっていう、夏らしくなってきたよという、動画をお見せしたいと思います。というわけで見てみましょう。どうぞ。コンディションは穏やかな海峡が続いてます。とにかく透明度が復活したのがもう最高に幸せです。エントリーするともう横浜らしいソラスズメダイも徐々に数が増えてきてますね。水面付近にはちょっと見えづらいですが、これアオリイカの子供ですね。アオリイカの子供、産卵も見られるし、水面には子供も見られてます。まあこれですよね。穏やかなさんさんの太陽の海の中で見上げるだけで、もうほんとこれだけで幸せです。これはちょっとなかなか伝わらないと思うんですけど、というか見えないんですけど、シラスがすごくてですね、ずっともうシラスの群れが見られてます。豊漁だそうで食べました。美味しかったです。エキジット口には念仏ダイやハタンポの仲間が群れてて、もうこれでしょうという夏の海の感じがもう最高。はい、というわけでですね、この2メートルぐらいの透明度から、まあ、今で言うとまあ10メートル12メートルぐらい、ね、もちろんもっと透明度のいい時期はあるんですけど、この悪いところから上がってきてるので、もう最高に、あ、もういいなっていう風な感じです。僕はもう幸せです。透明度良くなりました。まあこの連休に合わせて海に潜りに行かれる方はですね、まあ、久しぶりのダイビングっていうのももちろんあったりすると思います。今の状況だから、あとは暑さ慣れしてないっていうのもあると思いますから、とにかく万全に、の状態で、対策を講じて海に行ってもらいたいなというお話、透明度が良くなったよっていうのと、暑いので気をつけて海に行ってほしいなというところです。とにかく体を濡らす、水分補給をするっていうところですね。気をつけて行ってください。というわけで海でお会いしましょう。ではまた。